NBA 最優秀役員賞は NBA においてレギュラーシーズンの間に最も優秀だったゼネラルマネージャーに贈られる賞。NBA 発足から22年後の1972から73シーズンに制定された。初受賞者はジョー・アクセルソン。ジェリー・コランジェロは1976、1981、1989。 1993年に受賞レッドアワーバックは1980年に受賞ジェリー・ウェストは19952004年に受賞ジェリー・コランジェロの息子ブライアン・コランジェロは20052007年に受賞ウェーン・アール・エンブリーネイ・スミスメモリアルバスケットボールホール・オブ・フェーム2008年7月26日閲覧ジェリー・コランガロネイ・スミス メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。アーノルド・ジェイ・レッド・アワー・バック。ネイ・スミス。メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。パット・ライリー。ネイ・スミス。メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。エルギン・ベーラー。ネイ・スミス。 メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。ジェリー・エイ・ウエスト。ネイ・スミス。メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。ラリー・ジェバード。ネイ・スミス。メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2012年5月16日、閲覧。ジョー・ドゥ・マーズ。ネイ・スミス。 メモリアルバスケットボールホールオブフェーム2008年7月26日、閲覧。rc, b ファー,ー a、e、r d named NBA exec of the year again.poundingterock.com2016 年5月10日閲覧。ありがとうございます。